終戦まであと1ヶ月で迫った1945年7月7日、それまで見たこともない奇妙な飛行機が飛び立ちました。尾翼もなければプロペラもない。それはドイツ生まれのロケット戦闘機。そのどこか愛くるしい見た目とは裏腹、最高速度は時速900キロ、高度1万メートルまでわずか3分で到達。どの米軍機も追いつくこともできない圧倒的なスピード。ただし活動限界時間はわずか数分。神殿だけじゃない、 B29 迎撃にパラメーターを全振りした究極の戦闘機。こんにちは。前回の動画では B29 迎撃に特化した日本軍の局地戦闘機神殿について解説しました。プロペラが後ろについたエンテ型と呼ばれる奇妙な形状は、初めて見た人からすれば本当に飛ぶのか不安しか感じません。こんな戦闘機が実在して、しかも実際に飛んでいたというだけでも驚きですが、さらに同じ時期にこれまた不思議な飛行機が飛んでいたのです。それがこちら、局地戦闘機秋水。今度はプロペラすらありませんが、それもそのはず、この秋水は当時アメリカですら実用化できていなかった最新式のロケット戦闘機だったのです。秋水は局地戦闘機、つまり日本本土へ襲来する B-29 を迎撃する目的で開発されました。そう、神殿に続き秋水もまた B-29 絶対殺すマンだったのです。大戦末期、日本は B-29 に対して苦戦を強いられていました。その一番の理由は、 B-29 が高度1万メートル以上の超高高度を飛べる飛行機だったこと。当時主流だったレシプロエンジンは、燃料と酸素を混合して燃焼させて動く仕組みであるため、一定濃度の酸素が必要となります。そのため空気の薄くなる高高度では性能が極端に低下しました。これを解決するためにアメリカは酸素を圧縮して強制的にエンジンに送り込む排気タービンを開発して B-29 に搭載したのですが、この排気タービンの生産には高い工業力が必要で、日本は量産化までたどり着くことがなかなかできずにいました。そこで目をつけたのが、酸素を必要とせずわずか数分で高度1万メートルに達することができるロケット戦闘機だったのです。レシプロ戦闘機とは異なり、ロケット戦闘機は搭載した自らの酸化剤によって燃料を燃焼させるため、外部からの酸素を必要としません。つまり空気の薄い高高度であってもその性能が低下しないという特性があるのです。ちなみによく比較対象として出されるのがこちら、メッサーシュミット ME262 ですが、これはジェット戦闘機であり、ロケット戦闘機である秋水とは大きく性格が異なります。 ME262 が積んでいるジェットエンジンは、外部から取り入れた酸素によって燃料を燃焼させることで推進力を得るものであり、酸素濃度が低い高高度ではエンジンが停止することもしばしばありました。一方でロケットエンジンは酸化剤によって燃料を燃焼させるため酸素を必要とせず、高高度に上がってもその性能が低下することはないばかりか、理論上はそのまま宇宙にまで行けるものです。複雑な排気タービンを必要とせず、短時間で高高度に到達できるロケットエンジンは B-29 の迎撃に苦戦していた当時の日本にとって十分すぎるほどの魅力を持っていました。日本はロケットエンジンを使った戦闘機に着目。神殿とはまた違った形で B-29 迎撃に期待されたこの戦闘機を秋水と名付け、開発を始めたのです。今回は局地戦闘機秋水、秋、研ぎ澄まされた水のごとくについて解説します。秋水は B-29 迎撃の切り札として、犬猿の中であった陸軍と海軍が協力して開発に取り組み、機体の製作はゼロ戦でもおなじみ三菱重工が担当しました。あ、この流れ、超大型爆撃機の富岳を思い出すな。ロケットエンジンを搭載した秋水は、高度1万メートルまでわずか3分という驚異的な上昇力を発揮すると、時速900キロに近い高速で護衛の戦闘機を振り切り B-29 に接近。神殿にも採用された30ミリ機関砲で一撃離脱を仕掛けるという構想でした。ゼロ戦52型では高度6000メートルまで7分かかり、しかもそこから先はレシプロエンジンの出力がガクンと落ちるため、さらに時間がかかる一方で、その半分の時間で倍の高度まで上がれる秋水はまさに新時代の戦闘機でした。実は秋水は
日本のオリジナル戦闘機ではなくドイツ生まれの帰国子女。周水の元になったのはドイツのメッサーシュミット ME163、 通称コメートと呼ばれる戦闘機です。1942年に世界初のロケット戦闘機としてドイツで量産が開始されたコメートは、人類史上初めて時速1000キロを突破した画期的な戦闘機でした。当時のレシプロ戦闘機の最高速度は時速600から時速700キロ程度。この頃の戦闘機同士の空戦では敵機より速度が30キロ速いだけで一方的優位に立つことができたのですが、コメートはレシプロ戦闘機より200キロ以上も速く、カタログスペック上では一方的に蹂躙できるものでした。このドイツが生んだ最新戦闘機の設計図は同盟国でもあった日本に送られることになります。1944年4月ドイツに派遣されていた日本の潜水艦 E-29 はジェット戦闘機 ME-26 におよびロケット戦闘機コメートの設計図を積んで日本に向けて出航。ところが同年7月 E-29 はフィリピン沖で米軍の潜水艦に撃沈されてしまい、設計図の大部分が失われてしまいます。ただ不幸中の幸いというべきか、撃沈される数日前にシンガポールで潜水艦を降りていた岩谷英一技術中佐の手で一部の資料が空路で日本に到着します。しかしながら岩谷中佐が持ち出せた資料は機体の三面図とロケット燃料の成分表、取扱説明書などしかなかったため、日本が独自で開発しなければならない部分も多々ありました。そのため周水とコメートでは機種部分やキャノピーの形状が異なるほか、機体のサイズも周水の方が大きくなっています。1944年8月、三菱は試作機の開発に着手。ロケットエンジンはジェットエンジンに比べれば構造が単純だった上、燃料に石油を必要としなかったため、短期間で大量生産ができるのではないかと楽観視されていました。しかし実際に開発を始めてみると、この目論見は大外れ。コピー生産するはずだったドイツのロケットエンジンの資料は、E-29 沈没とともに大部分が失われ、残った手持ちの資料を参考に自主開発するしかなかったのですが、ロケットエンジンはそれまでのレシプロエンジンとはあまりにも勝手が違いすぎ、技術もなければノウハウも全くなかったため、その開発は暗礁に乗り上げます。さらに1944年12月には東海地方をマグニチュード8クラスの東南海地震が襲い、これによりエンジン開発を行っていた三菱の名古屋発動機研究所が壊滅。当初の予定では並行して進められていた機体設計の完了と同じタイミングでエンジンも完成しているはずでしたが、12月の機体設計完了の時点でロケットエンジンの実用化は具体的な目処すら立っていない状態でした。一方でロケットエンジンの完成を待つ間、機体の方は一足先に設計が完了。1944年12月26日エンジンを積んでいない滑空機秋草が試験飛行を行います。この秋草は機銃とエンジンこそ積んでいないものの、それ以外は周水とほとんど同じになるように再現されており、胴体内にバラストタンクを積んで水を満載した状態で離陸。その後着陸時には水を投棄して燃料を消費した後の周水の飛行特性に近づけるようになっていました。エンジンを積んでいないため飛ぶときは通常のエンジン付き飛行機に引っ張られて飛ぶ、いわゆるグライダーの状態だったのですが、飛行試験は順調に回を重ね、操縦性は良好で機体設計そのものに問題はなしとの評価を受けます。それから遅れること半年後の1945年6月、なんとか実用に耐えられるエンジンが完成し、周水はロケットエンジンを搭載した状態での飛行試験をようやく迎えることになります。と思いきや、ここで周水に予想だにしない新たなトラブルが発生します。海軍312航空隊の司令柴田武雄大佐が突然、神のお告げにより周水の初飛行を厚木基地から横須賀のおっぱま基地に変更すると言い出したのです。神のお告げ？実はこの柴田司令、怪しげな新興宗教にはまっており、このことが周水の開発に悪影響をもたらしたと言われています。三菱の技術者はおっぱま基地は狭いので危険と反対するも、神を信ずる柴田司令はならば機体を軽くせよと命じ、7分間持つはずの燃料を2分間分にまで減らして行うよう一方的に決め、技術者たちの意見を黙殺します。
ああこういうとこだよ。1945年7月7日、この日の横須賀は秋水の門出を祝うかのような快晴でした。開発を始めてから約1年、全面オレンジ色の試作機カラーに染まった秋水がついに横須賀海軍航空隊オッパマ飛行場にその姿を現しました。テストパイロットは海軍312航空隊の犬塚豊彦隊員、23歳の若者でした。14時に発進が予定されていたものの、肝心のロケットエンジンがなかなか点火せず、予定時刻から大幅に遅れた16時55分、ついにロケットエンジンに火が灯ります。炎を引きながら秋水は猛然と滑走、200メートル走ったところで離陸、45度の急角度で上昇を始めます。それは日本の空に初めてロケットが飛んだ瞬間でした。関係者は一斉に歓声を上げ、成功を確信します。ところが高度350メートルの地点で突然黒煙を吹き始めると、異音とともにエンジンが停止、余力で500メートルまで上昇した後、機体は水平になって滑空を始めました。救助の船を待機させているから、いざとなったら機体を海に投棄して脱出しろ、そう言われていたにもかかわらず、犬塚隊員は海には向かわず右旋回を始めます。貴重な機体を失うことはできない、そう判断しての行動でしょう。さらに犬塚隊員はたくさんの関係者がいる滑走路ではなく、その脇の埋め立て地に向かいます。秋水の燃料および酸化剤は人体に対する毒性が高く、爆発の危険性もあったため、地上の人々に被害が及ぶことを避けようとしたのだろうと言われています。しかしそれが第4旋回の遅れの原因となり、失速した秋水はそのまま飛行場の端に不時着、大破してしまいます。直ちに待機していた消防車が出動し、残存燃料が引火する危険も顧みず、整備隊の隊員が犬塚隊員を機体から引きずり出しました。救出された犬塚隊員は当初意識はあったものの、頭蓋骨骨折の重傷、振動もなくいい飛行機だ、一日も早く戦争に使えるようにという言葉を残し、翌7月8日午前2時ごろにこの世を去りました。直ちに合同調査会議が開かれ、原因の究明が行われます。調査の結果、原因は燃料タンクの構造にあると判明。燃料をタンクからエンジンに送るための吸入口がタンクの前方に取り付けてある設計であり、これによりエンジンに燃料が行き届かなくなってエンジンが停止したものと考えられました。秋水は発進後仰角を大きく取って急上昇するのですが、試験当日は燃料をタンクの3分の1しか積まなかったため、上昇する際にタンクから燃料が吸い出せなくなり、エンジンがストールを起こしたのです。実際本家本元のドイツの ME163 も飛行中に同様の不具合が出ることがありました。タンクを作った三菱に責任を押し付ける雰囲気が広がったものの、柴田大佐が全責任は自分にあると擁護し、調査会議は幕を閉じました。一方、海軍の試作機が事故を起こしたことは試作2号機を有する陸軍にもショックを与えました。それでも次の飛行試験に向けて準備を続け、エンジンの回収が繰り返されます。試験飛行失敗から1週間後の7月15日、今度は燃料ポンプの爆発事故で整備分隊長が殉職。未知のロケットエンジンを積んだ秋水の開発はテストパイロット、技術者、整備員全員にとって命がけなのでした。そして何とか完成させようと努力を続けるも、最後までエンジンの問題を解決できないまま、1945年8月15日終戦を迎えます。陸軍の計画では1946年3月までに秋水を3600機量産するという壮大なものになっていました。当時の日本の状況を考えれば、そんなことは絶対無理で話は終了です。ですがそれだと元も子もないので、細かいことは置いといて、ここではもしも仮に実戦配備されていたらどうなっていたのか考えてみましょう。これは秋水の元になったドイツの ME163 の状況を見てみればわかります。日本では秋水として試作のみで終わったロケット戦闘機ですが、ドイツでは ME163B として量産化を行い、
実戦配備までたどり着いていました。ロケット戦闘機が初の実戦を迎えたのは1944年7月28日、5機の ME163B が米軍の B17 と P51 の船舶連合に対し攻撃を仕掛けました。期待されたロケット戦闘機の初陣。しかしこの時の戦果はゼロ。敵機との速度差が大きすぎ、攻撃できる時間がほんの数秒しかない ME163B は操縦にコツのいる難しい戦闘機でした。 P51 の護衛を突破し反撃を振り切るには必須の速度ですが、こと攻撃に関してはそれがマイナスに働いてしまうのでした。それから約1週間後の8月5日には3機の P51 を撃墜し初めての戦果を上げますが、8月16日には逆に1機の ME163B が P51 に撃墜されてしまいます。連合国軍は ME163B の驚異的な上昇力と速度に当初驚愕したものの、航続距離が極端に短いという致命的欠陥にすぐに気づきます。ロケットが噴射できる時間は10分もなく、飛行場の周辺でしか活動することができなかったのです。このため連合国軍の爆撃機は ME163B が配備されている飛行場を避けて通るようになり、 ME163B は戦うどころか敵に会うことすらできなくなります。飛行場を移設増築しようにも ME163B は高温のロケットを噴射するため、滑走路はその対策を施した特別なものでなければならず、さらに爆発性と腐食性が極めて強い燃料と酸化剤を保管するための専用施設も必要になるため、そう簡単に飛行場を移設することもできません。また周水の試験飛行でエンジンが停止した原因がそうであったように、空中戦の際には軌道に非常に気を使わないとタンクからエンジンへの燃料の供給が途絶してロケットエンジンがストールすることもありました。さらに目標に接近できても敵機との速度差があまりにも大きいため射撃のタイミングが難しく、おまけにエンジンの燃焼時間が短いため一度攻撃に失敗すると再攻撃は困難。まさに一度限りのチャンスでした。ロケット燃料は離陸から上昇までの時点でほとんど使い切ってしまっているため、実際に戦闘可能な時間は長くて3分程度しかなく、その後は滑空して起動しなければなりませんでした。燃料を使い切った後の ME163B は何もできない単なるグライダーに過ぎないため、ここを敵戦闘機に狙われると格好の的でしかありませんでした。そしてロケット燃料の生産設備が空襲によって破壊されると、やがて ME163B は出撃不能に追い込まれていきます。仮に周水が実戦配備されていたとしても、これらと同様のことが想定され、それは日本軍自身も薄々気づいていました。そしてそれらのロケット戦闘機の欠点を埋めるために日本国内で検討された戦法が周水による特攻。それは周水に600キロ爆弾を搭載して B-29 の編隊の中でボタンを押して自爆するというものでした。1945年6月に800名の周水特攻部隊が編成されますが、その周水が完成する前に終戦を迎え、周水による特攻が実現することはありませんでした。終戦までに生産された周水は7機、そのうち3機が戦後アメリカ軍によって接収されました。そして現在、カリフォルニア州のプレーンズ・オブ・フェイム航空博物館に世界で唯一となる周水が展示されています。また、1961年、日本飛行機杉田工場の拡張工事中に地中から周水の胴体が発見され、これを設計図をもとに復元。現在は名古屋市の三菱重工大江工場内にある大江時計台航空資料室に復元された機体が展示されています。ロケットエンジンはジェットエンジンのように外部の酸素を必要とせず、自らが搭載している酸化剤で燃料を反応させることで推進力を得るエンジンです。空気の薄い高高度でも飛行できる反面、その制御は非常に難しく、燃焼時間も10分程度が限界。このため戦後はジェットエンジンの普及に押され衰退の一途をたどることになり、ドイツの ME163B は量産化されたロケット戦闘機としてはほぼほぼ唯一の機体となりました。当時の日本の技術力でロケット戦闘機なんてできるわけがない、できたとしても問題が多すぎて使い物にならなかったと言ってしまえばそれまでです。ですが
ドイツから持ち帰ったごくわずかな資料だけでここまで作り上げた先人たちの努力は特筆すべきものがあると思いませんか。戦争が終わるほんの少し前、みんなが命がけで作ったロケットが初めて日本の空を飛びました。やがてそれは姿を変え、現在では H2 ロケットやイプシロンロケットなど宇宙を目指す乗り物となって今の日本に受け継がれているのです。ロケット開設したから今度はジェット。終戦まであと1週間と迫った1945年8月7日、1年の潜伏期間を経て、それは敗戦の足音と迫る日本の空に現れました。一見すると衝発機のようなその航空機が搭載していたのは日本初となるジェットエンジン。ゼロ戦とも自然界とも全く違う。求められていたのは高性能な米軍機を圧倒する性能。それまでの全てのレシプロ機を過去のものにするほどの可能性を秘めていたその秘密兵器は広告2号兵器と呼ばれた特殊攻撃機だったのでした。次回、学校では教えてくれない理工学、橘の花散る頃に。